お帰りなさいです。帰ってきたか。お帰りなさいです。
お帰りなさいです。おかえり。
帰ってきたか。ではホームルームな。最近いろいろと騒がしいが、勉強怠けとらんか。ん？3年で文系取らないつもりでも古文赤点でいいってことはないぞ。ん？おい聞いとるか。どうした風か、冴えない顔して。え？話してね、なんか悩みでしょ。先輩のこと。ああ荒垣先輩か、驚いたよね。学校では見なかったけど街では見かけてたからさ。もういないんだよね。なんか暴力事件ったら本当なのって。取り戻せないことってあるんだよね。私すごく分かってさ、そんなこと考えてたらさ、両親のこととか考えちゃってて、考えないようにしてきたけど、このままでいいのかなって。親か、むずいね親の話はさ。でも風花なら大丈夫じゃん。森山どうした、早く前へ来なさい。はいはいはい。返事は一度、最後くらいしっかりやらんかね。え、どうしたの。どうも。長いようで短い間お世話になりました。転校しても皆さんのことは忘れません。ありがとうございましたって感じ。物好きだよね。せっかく嫌な女が出てくってのに欲しいんだりして。転校しちゃうなんて全然知らなかった。言ってどうなるもんでもないっしょ。暗い話になるのも嫌だしね。パパが急に倒れちゃってさ、難しい病気らしくてすぐには治んないんだって。うちはあんまお金ないし、なんつうかのんびりしてらんなくて。気づいてみりゃ私の世話焼くような物好きはあんただけだったな。前に言ったよね、私はあんたと同じだって。うちの親私に興味とか全然なくてさ、あんま家とかいたくなかったんだ。
だからあんたが寮に入った時、私ちょっと羨ましかった。あつきちゃん、でもふうか、あんた家が近くて親も普通なのに、なんで寮に入ったの？それは、その…言いたくなきゃいいよ。でも、話してなんとかなりそうってんなら、早めに話しときな。うちのパパ、今の様子じゃ当分は話とかできなそうだしね。あ…何言ってんのかね。暗い話嫌だって自分で言ったくせにね。私ね、毎日って同じ憂鬱がただ始まって終わるだけって思ってた。でもね、風花、あんただから真顔で言うけどさ、人生には二度巡ってくるもんなんて多分ないよ。今の居場所だけにすがってっと、そこだけになるよ。私みたいにさ。まつきちゃん、この景色も見納めか。じゃあ私、家の用事で来週は学校来ないから、これでお別れ。そんな見送りとかやめてよ。このままでいいから。たくもう、そんな顔しない。だって言っとくけど、私結構元気よ。あんたに会えて結構変わったからね。今はやれることやってみようって思ってる。だからあんたもやりたいこと探しな。私のやりたいこと、私今まで人に好かれてなきゃ居場所はないんだって思ってた。だから嫌われるのが怖くて、いつも周りに合わせて、私自分が本当は何したいかなんて考えたことなかった。あんたらしいよ。嫌なら仕方しときゃいいじゃん。でも私、風花のこと好きよ。風花自身が自分のこと嫌いでもね。夏希ちゃん、じゃあ行くから。夏希ちゃん、グッド。夏希ちゃん、夏希ちゃん、離れててもつながってる。分かったよ、夏希ちゃん。私この力に目覚めたのは自分の性格のせいって思ってた。人の気持ちばっかり気にしてるから、だから探す力なんだって。でも私にも願いがある。みんなが仲良くしてるだけで私すごく嬉しいの。私はそれをずっと見ていたい。離れててもつながる力。私のペルソナは結ぶもの。私が願う絆そのもの。いたいた。リーダー、みんなどうしたの？屋上にいるパターンは不意をつかれたであります。いや、見かけねえからさ、どうしたのかなって。私分かっちゃいました。分かっ、私決めたの。この力でやれるだけのことをやる。それが私の願いでもあるから。ほうごめん、言葉にすると当たり前ね。なんかどうしたの？
君か。おかえり。
ういっす。おかえり。この階、誰かがいます。探してください。この階、誰かがいます。探してください。
お帰りなさい。おかえり。Oh.